はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、スクストツーというわけで、今実況をしていきたいと思います。363日目のログインでございます。ロッティ同系のような格好できますね。うん、ありがとうございます。うん、右かな。あ、こっちでした。なるほど。攻撃性ガールズ3、大型ガールズペア、コートブ3年ガールズペア、よりによって一番厄介な国。うん、はいっす、ありがとうございます。さあ、深夜勤務手当はなくて、で今日からですね、今年最後の、協力戦が始まるわけですが、どうしようかな。もうちょっと直行ガチャ回しちゃおうか、悩んでたり悩まなかったりしています。正直ね、あんまり今回ね、ラストなんでね、一気に頑張りたい気持ちもあるんですけど、でもそこまでね、やりきれない感がね、結構漂ってるんですよね。はい。なので、ちょっと咳がね、出ちゃう。体調がね、あんまり良くないっていうね。ざっと、こんなものだな。イエス。まあでも一応ね、弱特攻がプラ2まで行ってるんですよね。行けるところまで行きたいかなって気持ちもあります。さあ、ティーラ先生がレベル10になったら全員底上げ計画、底上げ計画間違ってないかな、になるんで、まあ言うて協力戦中はまあ冒険はほぼしないので、まあ出すだけ出して毎日の分で伸ばしていこうみたいな。で、この羊毛回収作戦に出してます。で、その後、ティエル先生とりあえず終わったら、この月妖怪来たりて、あずき幕をクリアして、侍全員分集めて、歌をうまく歌いないに進む感じかな。レイの食卓は多分もうちょっと後でやろうかな、みたいな感じですかね。そんな感じ。いってらっしゃい。さあ、冒険に出発だぞ。冒険に出発だ。からの、無料ガチャを回したり、はい、今読んじゃったけど、新しい眠く、まあ、2個だけ回そうかな。失礼します、失礼します。いろいろおかしいな。ちょっとヘロヘロなんですかね。なんかね、最初そこまで悪くないんだけど、ちょっと悪いみたいな。風なんですね。だって寒いからってのもあるし、ただただ寒い。さて、レイドガチャ、レイドガチャじゃないや、アタッコガチャ引きますか。あと4回目です。 OK, fine. No. まだ全然回せないですね。通常モードにします。いきます。ここでなんか引いちゃったらもう頑張るよね、いろんな意味で。はい。むしろね、モスメちゃんはね、いつモスメちゃんでも期待できればね、このね、特攻 SR 出たりするから、できればね、5モスメちゃんか7モスメちゃんが見たいなぁ。はい、おしまい。はい、というわけで今回はほどほどに頑張れってことですよね。いいでしょう。全員心をラビって、できればここ2パンで倒したいんだよね。あと残り2パン。さとかちゃんか2本で上がった。いけるかもしれない。さとかちゃんの方ね、補強力が入れば一気にダメージ持っていけるからね。6万8000円のパンチ。やり投げあるかもしれない。ちょっと際どいんだよな。あと、ニホちゃんが来てくれれば完璧です。はい、そんな感じ。で、あとは、特に言うことはないかな。どうしてるんですか？やっぱり質問も良くないんでね。今日は、ちょっと短めにします。ちょっと、サバカちゃん、サバカちゃん。サバカちゃんにホス様あげて、私からもエリクサーもらえるかな。もらえませんでした。はい、そんな感じですかね。はい、というわけで今日から逆戦なんですけど、まあ、皆さんね、無理せずにほどほどにね、まあ、体調とかね、健康第一で頑張っていきましょうね。そんな感じで、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。